江藤夏夫7月9日から1968年1月28日は日本の政治家、衆議院議員。初代司法教であった江藤新平の孫、東京生まれ。父は江藤新平の次男で衆議院議員の江藤新作。冬に生まれた兄が冬オスと名付けられたのと同じく夏に生まれたので夏夫と名付けられた。第五高等学校。 1928年京都帝国大学経済学部卒業後、南満州鉄道職員、満州国管理、公安委員秘書官などを経て1946年3月、第22回衆議院議員総選挙に日本自由党所属として佐賀選挙区に出馬し初当選を果たす。その後、GHQ による公職追放の余波もあり2期にわたり出馬しなかったが、 1952年10月、第25回衆議院議員総選挙に自由党から再出馬する。選挙は時点で敗れるが、当選した愛の時一郎の死去により繰り上げ当選を果たした。続く、第26回衆議院議員総選挙でも自由党、吉田派所属で当選を果たしたが、1955年の第27回衆議院議員総選挙で落選すると、 翌年結成された自由民主党佐賀県連で、佐賀市部長を務めたものの、政界の一線を退いた。議員としては、帝国議会時代に行われた第90回、帝国議会衆議院帝国憲法改正、商委員会に、足田人志、北銀吉、二十日の出兵、高橋康夫、犬海健、吉田康、原藤郎、鈴木義夫、森戸達夫、西尾末広、 林平馬大島多蔵笠井重春とともに参加し、日本国憲法の誕生に関わった。また、第5次、吉田内閣では防衛庁長官、木村徳太郎のもと、防衛政務次官を務めている。三男は昭和44年2月11日の建国記念の日に、国会議事堂前にて自決した、江藤小三郎である。ありがとうございます。